中央展示室北方博物館は、スウェーデンのストックホルム中心部、ユールゴーデンジマニアル博物館である。近世初期から現代に至るスウェーデン文化史と民族史の資料を展示する。やはり、アルトゥール・ハゼリウスにより19世紀後半に開設された野外博物館スカンセンは、同種の施設として世界で2番目に古い。隣り合う。 両施設は1963年、それぞれ別組織として分離された。設立当時は、スカンジナビア民族史コレクションと呼ばれ、1880年に、北方博物館に改称した。古水から見た、博物館の背面博物館解説者が自ら、収集活動に携わり、スウェーデン各地並びに、北欧諸国から購入したり、寄贈を受け入れ、家具や衣服、 おもちゃなどを揃えていった。1891年には隣に野外博物館を設け、農村の文化と風俗に重点を置いた創設者は、そちらに農家などの建物や農場の施設全体を各地から移している。代が変わると、後継の館長は、ブルジョアと都市のライフスタイルを反映する収蔵品も加えていく。収集プロジェクトが始まり、ハゼリウスは、 後半に金品の寄付を募ると1898年には、公演団体の北方博物館振興協会は、会員数を4525人に伸ばした。当初は期待した国の資金援助を得られなかったものの、立法府は1891年に、博物館に年間予算をつけ、博物館予算が倍増した1900年の翌年、ハゼリウスが没する。 2020年現在の館長はサンネ・フービニールセン。館の設計図博物館の建物はアイザック・グスタフ・クラソンの設計により19年を費やして1907年に完成した。原案では国定記念物の指定を受け国の遺産となる品々ナナを収蔵する意向があったものの1897年のストックホルム博覧会開催までに半分しか完成しておらず。 春工時も設計案の3分の1規模に収まった。特にスウェーデン古来の様式ではなく、むしろオランダの影響を受けたデンマークのルネサンス建築から取り入れた。大聖堂風の建物の中核は屋根まで貫く吹き抜けの中央展示室が占有し、スウェーデン建国の王と呼ばれるグスタフ一世の巨大な彫刻を置いている。建材は壁にレンガと花崗岩を、 屋根はコンクリートを使用した。150万店長の収蔵品には、全国から移築した建造物があり、セーデルマンランド地方のジュリータ農園、ナッカのスビンダースビクテティーレ総理級さらにエンシェーピング近郊の牧師館の農園それぞれの建物を含む。また、家財道具や農具の他収蔵資料として1840年代から今日までの膨大な数の文書類と、 写真およそ600万枚も保管される。博物館の研究図書館の集めた16世紀以降の資料は初夏のべ3800メートル分に及ぶ。過去500年間の暮らしを示す。展示品には民族衣装や家具、日用に使われた食器類とテーブルセッティングなど工芸品からソーシングまで幅が広い。常設店は 先住民サーミの風俗を紹介する。2020年の特別展に小学生を対象とした字の空間がある。世界から訪れる来館者のため、音声ガイドはスウェーデン語と英語に加え、フィンランド語、サーミ語、ドイツ語、ロシア語、フランス語、イタリア語、中国語、アラビア語で用意されている。併設のレストランで伝統的な郷土料理を提供し、 2020年には、湖水を望む、特設のオープンエアのカフェラスクナペンが設けられた。また、博物館は、ストックホルム、ソルナ、リーディングへの3市にまたがる、都市公園の中にあり、18平方キロメートルを超える公園には、スカンセンのほかアバ記念館やバイキング博物館などが、集めてある。ありがとうございます。